はい、まあ、昨日は CM のやつぐらいでね、どう、毎年毎年さ、どんどんこうね、増えてきてさ、昨日もね、セミナーさ、僕のセミナーね、満席でさ、で立ち見が出るぐらいまでになったんで、まあまあ良かったんじゃないかなと思うんだけど、ちょっとね、今原稿立て込んでてさ、いろいろさ、なんていうの、控室でね、原稿書いたりするとさ、なんか久しぶりにね、あれなんで一言挨拶したいなんて人がさ、どんどん来て、で結局ね、表うろうろしてるうちにさ、どんどんいろんな人から声かけられてね、で初めてのさ、人もいて、僕のラジオをね、聞いてて、で今回は、まあ、ラジオでもね、告知したからっていうんで、実際に、まあ、その告知を聞いて、ね、来ましたみたいな挨拶されたり、あとね、これから、まあ、不動産投資を始めたいっていう人が来てて、で、その人もね、まあ、面白いんだけど、まあ、ご夫婦で来ててね、ご主人は全く不動産投資興味ないわけで、こちらのさ、奥さん側はたまたまね、親御さんからもらったアパートがあって、でそれを苦労していろいろやってるうちにようやく満室になったんですと。でだから次の、ね、アパートとか、まあ、何か買いたいっていう話があって、でそれでいろいろ勉強しだしたんですよという話をしていて、でただね、勇気を振り出してね、行ったところが悪かったっていうね話 でそれどこかっていうと、あれなんつうの、まあ、ちょっとね、そこそこ名前は通ってるんだけど、要するに評判の悪い会社ねあるんだよ。でそこのね、個別相談にもう意を決して行ったんだって。つまりね、なんかちっちゃい家に閉じ込められて、なんか資料書かされるんだけど、ご主人の年収を書けって言われたんだけど、主人の年収分かりません言ったらね、分からないわけないでしょ、あった奥さんでしょみたいな、でも本当に分からないからしょうがないじゃんって、それをずっと問い詰められてて、それでなんかね、警察の取り締まりを受けてる取り調べを受けてるのが気になっちゃってて、それでもう分からないも分からないじゃないですかって言ったらね、仕方なくそのなんつうの、その個別相談の人に、いわゆる個別相談を受けたらしいんだよな、その担当者かどうか分かんないけど、で行ったらさ、今度またね、同じように言うんだって、なんでこれ書いてないじゃないですかと、ね、全部書かなかったら、ね、答えられませんよみたいなことを言い出したんだって。でも分かんないんだからしょうがないじゃん、でアパートの、ね、物件を投資しようと思ってるんで、それの相談に来たんですよって言ってるんだけど、ね、もともとね、あんたどういうつもりなんだみたいな話になって、もう帰れとか言われたって帰れって言って、判別を書きながら帰ってきて、ご主人慰められたんだけど、ご主人も気が短い人だから、ちょっとお前乗り込みくかみたいな話になったらしいんだけど、まあまあ予想ってことになって、でもう不動産屋さんは嫌だとね、いうふうに考えてたんだけど、まあ、昨日来たらびっくりしちゃってるわけね。要するに個別相談もその場で受けられるしさ、でね、いっぱいうちの社員いるしさ、あとね、まあ僕もちょっと驚いたんだけど、ね、ブースにさ、ちょっと変わった人がいてあれ、うちの会社に使いしくない人だなと思ったら、化粧品の販売してるんだよ、まあ、銀座トレーニングの、ね、関係で、まあ、今度化粧品販売やるなんつって、でそういう人も来てたりさしてて、でそこの人とか、あと、まあ、ユリコの販売とか、もうとにかくさ、ありとあらゆる、ね、ブースがあるわけじゃん。で、ね、そう考えるとちょっとね、主催者側もびっくりしちゃってるんだけど、まあ、お客さんもさ結構楽しんでくれてるよね。で、まあ、そういう考えていくと、もう CF ネッツ以外はね、もうびっくりの連続だということを言ってたんで、まあまあ結果として言えばよくよく考えてみるとさ、当社一社でね、まあ、こういう企画をしてで始めたというのは、まあ、たまたま僕はなんだ、賃貸住宅フェアのね、講演頼まれてさ行った時に、ね、まあ、講演と一緒にブース出してくれませんかと。で一応講演者割引で、どうですかなんて言われたんで出したんだよそしたらさ、やっぱり周りの人たちはさ、なんか嫌だよね、すごいいい人ばっかりじゃないじゃん、ね、でたまたま僕が、ね、講演した時にうちのブースの隣がね、まあ、同業者だよな。で、うちのブースにさいっぱい人が来るじゃん。それで向こうはさ、なんかもうなん知名度もあんまりない時だったから、ね、ブース来ないじゃん。
そうするとさ、今度うちのブースに並んでる人たちがいるとさ、ね、こっから先入らないでくださいとか言い出してたりさ、ひどいやつだなこいつ、別にさ、なんか仲良くやられるのにさと思うんだけど、なんか敵対心持っちゃうんだよね。で結局なんかさ、まあ、うちはね、その資料を配ったりさ、まあ、無料でね、あの小冊子配ったりして、で、まあ、そこそこね、体裁は整えたんだけど、なんか嫌だねって思ったわけ。それ何かっていうと、雑多な人たちじゃん、みんな。で結局、僕なんか講演した内容は、まあ、不動産の投資のね、要するに話をしてるわけだよな。でその周りに不動産投資の人たちがいっぱいいるわけじゃん。あと賃貸借りの人たちもいっぱいいるよね。そうすると僕なんか喋ったことを基づいてさ、うちに来てくれればいいけど、違う会社に行っちゃう人もいるわけだよね。そうするとさ、僕の言ってる話って責任持てなくなっちゃうわけだから、じゃあね、ちっちゃくてもいいからさ、自分たちでやろうぜって言って始めたのが、なんだどこだっけな、あれ、多分 テレビ神奈川か、うん、テレビ神奈川のブースがちょうどね、土日空いてるから、まあ、倉田さんよかったら使ってくださいなんて言うん でとりあえずさ、岡野ビックリ始めたんだよな。でその時はね、ワンドリンクサービスとか酒出してたりしてたからなんかぐちゃぐちゃだよね、話が。でこっちもさ、人が飲んでるの見るとさ、飲んじゃうじゃんさこれはダメだと思って、でまあなんとなくそれからスタートしてね、まあ、いろんなとこでねやってて、まあ、ごたごたとかねやってて、でだんだんね人が入れなくなってきて、でまあ今回はあのね、前はさ、今の新入社員の人は知らないかもしれないけど、CF ネッツフェアっていうのをね、東京と、ね、大阪と名古屋も一回やったか、名古屋はやってないかな、東京と大阪でやってたんだよ。で東京と大阪でやるじゃん、そうさ、ね、東京はさ、バーンと来るんだよな、300人400人、ね、当時でも来てたわけだ。大阪はさ、100人くらいしか来ないわけじゃん。で100人のためにうちの社員、ね、同じ分量だけ行くわけだろ。であのブースターの人たちも、まあ、結構来てくれたりするじゃん。交通費かけてさ、でコストかけて、で100人じゃちょっと周りに迷惑かかるよねってなって、でじゃあ新幹線で来てくださいということで、まあまあ、新横浜だったら、まあ、新幹線で乗ればさ、まあ、2時間ちょっとで来るから、じゃ あ悪いけどさ、もうね、新幹線で大阪の人も名古屋の人も来てもらおうっていうことで始めたのね。最初ブーイングねあったけどさ、まあもうそれはね、ちょっともう少し人が集まってからにしましょうよなんてこと言ってんだけど、ある意味ではさ、良かったなと思うわけ。もうと最初の頃はさ、なんか関西の人も名古屋の人もね、なかなか来なかったけど、昨日見てみたらね、大阪の人結構来てるじゃんさ、で名古屋の人も結構来てるよね。そうするとまあまあ新横浜ね、東京の人も来づらいかもしれないな。でも名古屋や大阪の人は来やすくなったわけだよね。で五反田の時は東京の人ばっかりしか来なかったんだけど、やっぱり東京の人はさ、ちょっとね、金持ってる人は新幹線乗って来るけど、もうそうでもない人はさ、東から乗り換えてさ、横浜線だろ、そう、なんか嫌なんだけど、まあとりあえず、ね、それに慣れたせいか東京の人も来てくれてるから、まあまあ新横浜っていいんじゃないかななんて思っていて、で、ね、そうするとさ、サービスもどんどん、ね、充実するじゃん。であと、ね、昨日もびっくりしたのはね、物件情報、昔15、6件じゃなかった、それ30、昨日35件くらい、ね、でしたよね。まあ、それは、ね、大阪の人もブース出してるし、名古屋も出してるからっていうんで、まあ、物件情報もバーッといっぱいになってるし、あとブースもバーッといっぱいになってるし、あとね、金融機関の人たちも、ね、メガバンクまで来てくれてるんだから、これはすごいね、イベントだになったんじゃないかなと思うわけで、これをね、CFNS 一社でやってる、これ多分ね、ないよ。要するに、うちの会社じゃなきゃ多分できないと思うよ。ね、だからそう考えたら、まあこれね、まあ来年もまた継続するんだけど、もう少しね、あと200人くらいまでは、昨日の感じでいくと耐えられるなっていう感じなので、まあ、ある意味ね、まだ信用株でできるけども、来年、再来年のこと考えると、もう少しちょっと大きいブース、もう考えていかなきゃいけないと思ってるので、まあ、その辺はですね、順次、まあ、企画と相談しながら徐々に、ね、広めていこうと思うわけ。まだまだね、参画する人たちいっぱいいるからさ、まあ、ぜひ、ね、そういうのも、ねまあ、一つのサービスとイベントとしてねやっていきたいな。でうちが今、18年目でしょ。であと2年で20周年なんですよ。
だから20周年はなんかちょっと大規模なねあのイベントを企画してやろうかと思ってるから、うん、まあぜひねあの20周年に向けてまあいろんなイベントを していきたいと思ってるので、まあぜひ協力してもらいたいと思うのでお願いします。以上。